ここからドクタースランプの話なんですけど、このね、ドクタースランプって、ドクタースランプって誰かって話だよ。あられちゃんではないですよね。え？あられちゃんを作ったのり巻きせんべいさんのことなんですよね。うんうんうん、いつもスランプになっているドクタースランプだ。つまり、その、まあ、マッドサイエンティストのおじさんの話なんですよ。で、その人が作った少女の、あの、アンドロイドっていうかロボットが主人公の話で、まあ、非常にその似てるのはもう、アトムだし、鉄腕アトムだし、あと、まあ、なんだろうな、あの、ピノキオだしね。あとフランケンシュタインとかね、まあ、そういったその、まあ、博士が作った、ロボットって言って、まあ、そのそこから始まるんですけど、何が違うって深刻さゼロなんですよね。そう最初からゼロなんだよね。でその作ってもらってる最中のあられちゃんがもう退屈だってあくびしてるところから始まりますもんね。首がまだ繋がってない状態なのに、ね、そう、そのあたりからもちょっと明るいフランケンシュタインっていうのが、まあ、すごい感じさせられます、ね。うん、そうで、この実はこの時にその少女を主人公にするっていうのを言い出したのは鳥島さんらしいですね。で嫌だって言ってたらしいです、あの鳥山先生は。でそれで2人でも揉めて、うん、じゃあね、読み切り一発かけと、少女で少女を主人公にして読み切りかけと、んで人気投票で3位以内に入んなかったら少女主人公しなくてもいいからよって言って、で実際にやったら3位になったらしいんですよ、ギリギリでギリギリ3位でもう証拠すれば3位になったらしょうがないかなって言って、ドクタースランプあられちゃんっつってあられちゃんがメインになるっていうキャラクターになったってことですね、でもねこれね、鳥島さんがすごいそのまあ、冴えてるのは本当この時期はもう美少女ブームなんですよ、まあ、空前の美少女ブームが始まってたんですよね、70年代後半から。でこの辺りからもうその、まあ、ナウシカとリンクしますよね、この時期ってね。だからね、あられちゃんのこと美少女というなんかあれで見たことないですけど、確かに、元気な女の子って感じ、ね、そう、うん、まあでもね、まあ、系譜としてはそうだね、なんとか、うんうん、このメガネかけて可愛い女の子っていうことですね。最初はだからあのね、体もちょっと長めっていうか身長も高めだったんだけど、どんどん小さくなっていくっていうか、ね、縮んでいくっていうのが、まあ、あられちゃんでしたよね。そうで、まあ、そしてですね、明るいフランケン、まあ、とにかく明るくて強いっていうね。でこの強さって何かっていうと、もうこの当時 あの名古屋にいたらもうトヨタは世界一だったわけですよね、うん、気持ち的に。でホンダは F1 乗り込んだら勝つわけじゃないですか、もう1、2、3、4フィニッシュとかですからね、ホンダエンジン。うん、だからまあセナとプロストの時代ですよね。でまあ、無敵だったですね。でソニーのウォークマンが発売されて、まあ、その先、まあ、アメリカの、まあ、ビルまで買いに行くみたいなところまで行くわけなんで、まああられちゃんっていうのは僕は思うに鳥山さんが作ったトヨタ車でしょうね、きっとね、当時最強ってことですね。だから強いっていうことなんですよ。そうでもう一つ大事なポイントは、ドクタースランプあられちゃんは赤ちゃんなわけですよね。で過去がないっていうことと、あと悩みもないっていうのと、魂もないですよ、ほぼね。それで無垢なものは最強だってことですね。でこれどういうことかっていうとね、はっきり分かるのは70年代を否定してるんですよ、それ以前を。だから、ね、完全に主人公を初期化したんですよね、ここでね。なんですよ。でこの初期化がドラゴンボールにつながりますよね。はい、そう、それはね、どういうことかというと、それ以前の人たちはみんなダサかったからなんです。ほうほう、全否定ですね。高橋留美子さんがやってたことと一緒です。ただ高橋留美子さんは諸星大二郎さんとかあの辺をそのリスペクトしてるんで全否定ではないんです、実は。 だけど鳥山明さんはまあゴジラとかウルトラマンとかああいったものはリスペクトしてるんですけど、めちゃめちゃアメリカに向いてるんですよね、方向が。でね、あの当時のね、若い頃のね、その鳥山さんのね写真見たらね、胸にでっかくコカ・コーラって書いてるの、お前そのまんますぎんなっていうぐらいそういう人だ。だヤングアメリカンのまんまなんですよね、この人ね。だからまあちょっとまあ、そのかつての日本っていうものに、まあ、価値ないっていうの乗ってたんだろうなって。でそれで今の日本、ものづくりの日本っていうのは最強なんだよなっていうのはマインドが全部あられちゃんに乗っかってるなっていうことですね。はい、であとその後ランドって書いてるんですけど、これあれですよ、遊び場がなくなった時期でもあるんですよ。でこの直前にドラえもんがあるんですよ。
で、あの頃はそう高度経済成長で、まあそのね、町がそのどんどん開発されてって、うん、で空き地があったんですよね、うんうんうん、であの土管は埋められる前の土管ですからね。あつまり、はいはい、ああいう風にしてその後地中に埋められる水道管とか下水管とかいろいろな土管が あちこちに置いてあって、でそれが残って遊び場になってたりとかするとかいろんな形があるんですけど、基本的にそのさあこれからだっていう時にあった遊び場だったじゃない、あれが子供たちの遊び場だったんですけど、その後どん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 遊び場がなくなっていくっていう流れになっていくわけですよね。で遊び場がなくなって、でまあ息苦しくなってった時代に、まあそのポストお土管の空き地として、まあバーチャルなその世界っていうものを求めるようになったっていう。でこの時期にまあファミコンとかスタートしますからね、うんうんうん、だからもう一つの遊び場としてのバーチャル空間っていうのが生まれるわけで、でその日本にもディズニーランド登場しますから、まあ、全部が重なって、まあ、遊び場を作る人工的な子供の遊び場っていう、いう意味でのペンギン村っていうのがあります。でそのペンギン村は何かって言ったらアメリカンテイストなんだけど、実を言うとこの時期ってまだそんなに世界に出られなかった時代なんですよ。みんな意識がまだ地元っぽいんですよ。でこの時代って同時にヤンキーと暴走族の時代なんですよ。だからね、やたらとリーゼントのやつ出てきますよね、この頃。あられちゃんの中にもキャラクターの中にリーゼントとサングラスのやつ出てきますよね。出てきますね、うん、とあれいました当時。横浜銀杯です。横浜銀杯がいた。横浜銀杯の時代なんですよこれ。だからね、地元をね、何ビトリさんです。地元を車とかバイクでうろうろして女の子引っ掛けて、でサーフィンでも行こうかみたいなのは行けてるみたいな。あとペンションの時代でもあるんですよ。だからね、まあ日本中にそのね地元リゾートみたいなのがね溢れかえっていた時期っていう。でまあそういったの明るい気持ちみたいなのが全部ペンギン村に行くんですよ、地元最強っていうね、でそこでまあ、その当時だからまあ一番人気のあったものはメカと女の子なんで、実はこれガンダムが完全にガンダムの再放送で跳ねてた時期も重なります。でまあナウシカとかもそうですね。でまあその時にドクタースランプも登場するので、メカと女の子最強っていう時代のまあ幕開けっていうか、まあ、決定だったんじゃないかなっていうのがありまして、まあ、そのここで何を言ってるかちょっとね、絶対皇帝なんですよ。もうね、日本人絶対皇帝にも見えますよね、この頃の。もう本当に80年から80年代後半ぐらいまでかな、とにかくね自信に満ち溢れてましたから、この時の日本人。でそれのね、まあ、幕開けだったんで、こういうみんなうんちゃでだったんですよ。でよかったです。ドクタースランプに一切の闇はないですしね。そうなんですよ、はい、だたまに地球割ったりするよね、あられちゃん。あ、そうそうそう、それ全然ありだし、そうそうそう。で、あともう一個はポストモダンですよ。強く入ってるのはポストモダンっていう考え方ですね。だから、ね、うん、脱情念っていうのをやったんだと。だからドライなんですよ。でも俺とかはアニメ入ってるんですよ、あられちゃんは。はいはいはい、うん、あれ放送かな、あれお昼、うんうん、ちょっと覚えてないんですけど、うん、あれもそのなんて言うんだろうな、うん、ちょっと怖かったんですよ俺。はいはい。ほう。けどガッちゃんが何でも食べちゃうとか、うん、なんかその、うん、なんていうのかな、うん、プロレスごっこしてあげなさいとかって言ってあられが、うん、せんべいに。でその悪いやつはそのバーンみたいなあられがやっつけるみたいなさ、うん、なんかその面白いんだけど怖っていうのは同時に思ってましたね。ほう。うん、うん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 、久世さん全然覚えてないよ、ね、覚えてます。あられちゃんはその言葉がすごく覚えてます。つおいもそうだし、つんつくつんもそうだし、なういもそうだし、あとキャラクターはやっぱり覚えてます。あのニコちゃん大王も覚えてたし、うん、そうニコちゃん大王とかもさ、リアルに考えると怖いじゃん。怖いよ、だって頭の上からうんこ出ちゃうんだもんね、あれ。あの、そう、なんか不気味なんだよな、あの世界観っていうか出てくる。でもなんかこう階層があったじゃん、今思うと。のり巻きせんべいさんとみどりさんっていうのがいて、であられちゃん、うん、あられちゃん目線で俺は見てる時は見てたから、うん、やっぱその純粋な子供、いわゆる僕、その時のあのが最強に、うっほほーいって言って何でもまかり通るかもしれないんだっていうので見てて痛快だった、うん、ただちょっと上のお姉さんで、うん、なんだっけ、空豆とかなんかいたじゃないですか。そのそれこそメガネかけてるやつとか金髪のやつとか、こう恋みたいなのもちょっとあったりとかして、うんうん、
いろんな世代の若者と今の自分とちょっと先のもしかしたら自分っぽい何かとっていうのを見れたから、あとはちょっと下の世代でサングラスかけて三輪車乗ってるそのナウイって言ってるやつとかっていうのを、その過去と未来とかを認識でき始めるぐらいの時に見てたから、ダサいんだよな、そういう眼差しですと見れたから面白かった。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。